韓国への対抗措置を要求、竹島で自民党。31日に自民党の外交部会と領土に関する特別委員会が合同会議を開き、その中で、韓国政府が日本の竹島の EZ で違法調査を行った問題について、何らかの対抗措置を検討すべきだとの発言がございました。この問題について自民党の佐藤正久外交部会長は、 韓国新政権による明確悪質な海洋調査と言わざるを得ない。保守政権になれば全てうまくいくという妄想は捨てないといけない。本当に日本との関係改善を求めるならこのタイミングで海洋調査をするはずがない。主権を守るための日本政府の外交が機能していないと言わざるを得ないなどと批判されました。 さらに、領土に関する特別委員会の秋葉原委員長は、日本側も竹島の EZ で海洋調査をすることも含め、ステージの違う対応が必要だと発言されておられましたが、最後に外務省の担当者は、韓国の新政権も領土問題については、今までと変わらないと批判いたしました。こちら、海洋調査で対抗する必要もございますが、 韓国政府に対し効果があり簡単に実行できる制裁措置は国内の韓国企業などに対する厳しい税務調査だと思われます。韓国企業から反日をやめろという声が韓国政府に届き続ければ無視できなくなりまた日本政府の税収が増えるというメリットもございますので日本政府や自民党には今後もありとあらゆる手段で韓国政府に 対抗していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。